放送席、そしてカープファンの皆さん、ヒーローインタビューです。今日のヒーローは今シーズン7勝目を挙げました森下雅人投手です。おめでとうございます。今シーズン7勝目、7回無失点のピッチングでした。今日の内容をご自身で振り返ってみていかがでしょうか。もうしっかりと7回投げることができてよかったと思います。今日は立ち上がりからサーレス投手との投手戦になりました。どんなことを意識してのマウンドになりましたか。どの点を取られないようにしっかりと投げようと思ってマウンドに上がりました。そしてそんな中で今日の良かったところ、球種なども踏まえてどんなところがありましたか。もうストレートが良かったので、そのおかげで変化球も、うまく投げれて良かったんじゃないかなというふうに思います。そして7回には3本のホームランを含めた6点のプレゼントがありました。あのあたりベンチでどのようにご覧になっていましたか。いやもう毎回毎回野手の、方に助けてもらっているので、次も、なんとかゼロで抑えてやっていこうという思いがあるので、次も頑張りたいと思います。そしてこの神宮球場は大学時代に何度も投げていたマウンドだと思います。プロになって初勝利となりました。その点はご自身でいかがでしょうか。ここでたくさん成長させてもらったので、なんとかここで勝つことができて本当に良かったと思います。そして今日も多くのファンの皆さんが集まってくださっています。10連戦、明日が最終戦です。チームを代表して一言メッセージをお願いします。残り試合数も少なくなってきてますが、しっかりと戦いを戦っていきたいと思います。